勝ち抜いたという感じのゲームでした。そうでしたね、はい、さあそれではですね、VTR でゲーム振り返っていきたいと思います。第一マッチダブルスは日本生命レッドエルフ笹尾孫組、日ペガ柴田王道組だったんですが、ここは笹尾孫組が取りました。いやこれですね、本当に全体的なあの流れというのはやっぱり日ペがペアが強かったと思うんですよ、うん、ただ勝負は日ペが取ったと、うん、本当こういう感じでですね、その勝負どころの重要なところをやっぱり笹尾が思い切れた判断ができた、はいはいはい、であとはやっぱりこうソン・イジェもですね、最後後半になって第2ゲームになってやっぱりこう王道の強いバックサイドじゃなくてフォアサイドをこうやっていったことでですね、うまく点数につなげると、もう作戦が徹底できたというのがこの日清ペアの良かったところですね、はい、さあ続きまして第2マッチが森さくらと王道は、ここは王道がゲームカウント3対1で取るというゲームになりました。そうですね、森も第1ゲームはすごくこう得意のラリー展開でですね、はい、いい距離感を取ってうまく王道を動きを止めるっていうことができて、はい、まあ、森が戦い方をやっぱ分かってるなという感じはあったんですけども、うん、やっぱそうなるとじゃあ何が必要かってなると、やっぱり王道の速い攻め、はい、特に3球目とか5球目ですね、はい、でそれがやっぱりきっちりできた王道がやっぱり自分でこう形戦い方を使いましたね、うん、まあ、このあたりがポンポンと第2第3と取れたのがですね、最終的には第4ゲームのこう競ったゲームもですね、まあ王道が取れたということです、まあ、そこがまあ大きく流れをつかんだポイントじゃないかなというふうに感じましたね、はい、うん、まあ、このあたりもですね、もうやっぱり攻めが早いですね、攻めが早いですよね王道はね、はいはい、このサーブ3球とかですね、うん、やっぱりこう WTT のフィーダーでね、やっぱり活躍してる森がですね、やっぱりなんとか第4ゲーム自分の流れにしようとするのも、こういろんな試みはやってましたけどね、ありましたよね、はい、いろいろやってたんですけれども、はい、結局、はい、うん、やっぱこう攻めの形、流れに乗った王道が有利になったってところでした、はい、さあ第3マッチに移りますが、早田ひなと橋本ほのかは早田が 3-1 で勝ちました。でもう本当に手に汗握る接戦となりましたね、やっぱり早田のペースになりそうだなっていうところでですね、橋本がやっぱりこう対応力高くですね、そうですね、はい、いろいろできたことが、うん、なんか早田のこう連続得点をあんまり許さないで、そうなんですね、はい、できて後半まで必ずどのゲームもこう競っていくっていうのがですね、はい、このゲームの特徴でしたよね。早田もこのゲームはもう3連続ポイントがいっぱいいっぱいでしたから、はい、なかなかこう自分のペース、そうなんですよね、でいいプレーが出たかなと思ったその直後に橋本に点を取られるというパターンがやっぱりずっとこのゲームは続いていましたので、そうですね、特にやっぱりこう良かったのは、うん、早田がやっぱりこうカットを打つときに浅いドライブうまく使うんですけど、はいはい、まあ、それにもですね橋本がうまくこう対応して、うん、でだん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 狙われてるこのミドルでですね、ミドルも粘って点数が取れると、うんうんうん、で得点もなんかこのうまく逆回転のサービスを使ってから橋本も取るか、はい、点数が取る形ができてですね、非常にこうセット面白い試合でしたけども、はい、最後は負けない早田だったっていう感じでしたね、そういう感じでしたね、はい、これでマッチカウント2対1日本生命レッドエルフリードで第4マッチが赤江と横井のゲームは横井が3-2で取るという形になりました。そうですね、もう序盤を見るとですね、やっぱり横井の攻めの速さになかなか赤江が対応しきれないんじゃないかなと思いましたけれども、うん、やっぱ距離感見切ってからの赤江非常に良かったですね。そうですね、はい、ここからは逆に赤江ペースになって、はい、打点の速い横井がむしろ早く攻めることが不利になるんじゃないかというぐらいですね、いい距離感で攻める場面が多々見られましたけど、はい、今のラリーにあったように、まあ、思い切った横井の両ハンドっていうのは最後まで結局生きたなと、はい、そういう感じの試合でしたよね。まあ、テンオールになるゲームもこの試合はね、1回ありましたし、11-9というところまで、第4ゲームは別に11-9で赤井が取ったんですけれども、そうですね、赤井もね、ですからこのハーフロングのサービスからという展開で一つこう突破口
見出したんですけども、ね、はい、最終的にジュースになって最後までそれで行ってしまったのがちょっと悔やまれる点かもしれないですね。第5ゲームですね、ですね、はい、やっぱあそこでタイミングを変えて小さいサービスから3球目行くとかですね、はいはいはい、あればよかったですけど、こんなラリーも見応えあったんですけどね、はい、で結局横井が最終的に取るという形になりまして、まあこの2人ね同級生で、うん、まあ、19歳というのは若いですから、はい、まあ、これからまだ楽しみですね。そうですね、本当に楽しみな2人のゲームだった第4ゲーム、そして第5ゲームは、ビクトリーマッチ早田と横井、早田ね敗れるという形で横井が取りました。いやこのねもうあのいや中盤までは横井がひょっとしたらという要素あったんですけども、あの最後9セブンでこう逆転をした時に早田がですね、はい、やっぱりこう早田がものにするのかなと、うん、もう本当にこう形が完璧でしたよね。そうですかね、はい、まずこのロングサービスの使い方も良かったです、うん、ただやっぱり今日は横井に流れが来たと、そういうことですね。